水中観覧エリアでお待ちのお客様にご案内いたします。恐れ入りますが、こちらのエリアでは座ってのご観覧にご協力をお願いいたします。最後尾の方も座ってのご観覧にご協力をお願いいたします。両サイドの壁際に床に敷くマットをご用意しておりますので、どうぞご自由にお使いください。まもなくシャチのトレーニングが始まります。このトレーニングは水中と水上どちらからもご覧いただけますので、ぜひお楽しみください。屋外観覧エリアでお待ちのお客様、混み合いますとシャチが見にくくなる場合もございます。スタジアムの大型画面では水中のシャチの様子もご覧いただけますので、スタジアムへのご移動をお願いいたします。水中観覧エリアでお待ちのお客様にご案内いたします。すでにご協力いただいておりますが、一人でも多くのお客様にご覧いただくため、最後尾の方も座ってのご観覧にご協力お願いいたします。屋外の様子が頭上と右側のモニターでもご覧いただけますので、合わせてお楽しみください。皆さんこんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。今からシャチのトレーニングが始まります。皆さんの目の前のプールには3頭のシャチがやってきています。この3頭のシャチは家族のシャチです。1頭ずつご紹介していきましょう。一番左側にいるシャチ、今胸びれを振っているシャチ、このシャチは名前をステラと言います。ステラは推定年齢32歳の立派な大人のメスのシャチです。続いて右側にいるシャチをご紹介しましょう。右側にいるシャチは名前をアースと言います。アースはステラの孫にあたるシャチで、現在9歳の元気いっぱいなメスのシャチです。アースも胸びれを振っています。皆さんこんにちは。しっかりと胸びれを振っていました。さあ、もう一頭のシャチは真ん中にいます。このシャチは名前をリンと言います。リンはステラの娘で、ここ名古屋港水族館で生まれたんですよ。現在5歳の元気いっぱいなメスのシャチです。3頭の名古屋港水族館のシャチたちをどうぞよろしくお願いします。ステラとアースがこちら水中観覧エリアにやってきてくれました。到着です。はい、ステラとリンもおまけでついてきましたね。真ん中がステラで、右側がアースです。はい、みんなありがとう。シャチたちは私の合図でトレーナーのところに戻っていきました。このガラス越しにもちゃんと人のことが見えています。さあ、今ステラのお尻からモヤモヤとしたものが出てきました。これ何かというと、シャチのうんちです。緑がかってさーっと溶けるうんちが、シャチにとって正常なうんちなんです。さあ、ステラがプールの中を泳ぎ始めました。
そしてプールの底深くまで潜り助走をつけていきます。スプラッシュジャンプです。豪快に決まりました。さあ続いてリンもジャンプに向かいます。リンは生まれた時は体長2メートル、体重は160キロから180キロでした。現在では体長 4.3 メートル、体重は 1.3 トンにまで成長しました。まだまだ成長中の子どものシャチです。見事なジャンプを披露しました。さあ続いてリンが屋外の浅瀬に上陸します。屋外のお客様、リンの大きな体を間近でご覧ください。つるんと落ちてしまいました。さあもう一回上手に上がってくれるかな。ポーズも決めて今度はバッチリと上がってこれました。さてシャチの目がどこにあるかわかりますか。シャチの目は白い丸い模様の少し前にあります。トレーナーが指を指していた部分です。その目でしっかりとトレーナーの合図を見分けています。さあトレーナーが首を横に振るとリンも首を横に振っていました。上手にできたのでリンはよしよしとトレーナーに撫でてもらっています。撫でてもらうこともご褒美の一つなんですよ。さあ続いてステラが頭を下に尾びれを上にした姿勢をとります。大きな尾びれを屋外のお客様に披露です。ステラの尾びれの幅は1メートル40センチもあります。トレーナーのところに戻っていきます。さあ続いてリンがプールの中を泳ぎ始めました。シャチの泳ぎ方にご注目ください。尾びれを上下に振って泳いでいます。魚たちは尾びれを左右に振って泳ぎますが、イルカやクジラの仲間であるシャチは尾びれを上下に振って泳ぎます。勢いよくトレーナーのところに戻りました。大きな波が立っていました。さあ続いてステラにご注目ください。大きな尾びれでしっかりと水をつかみトレーナーにかけています。シャチの尾びれの強力な力がお分かりいただけたのではないでしょうか。シャチたちはこの大きな尾びれをかくことで高いジャンプをしたり早く泳ぐことができます。続いてリンにご注目ください。仰向けになっています。この姿勢はある健康管理に役立つ姿勢なんです。何だと思いますか。実はこの姿勢は体温を測る時の姿勢なんです。シャチの体温は細いセンサーをシャチの肛門になんと50センチも入れて測ります。シャチの体温は35度から36度ぐらいと私たち人とそんなに変わらないんですよ。このトレーニングの時間はジャンプなど動く種目の他に健康管理に役立つ種目を行う時間でもあるんです。さあ続いてリンが泳ぎ始めました。そしてくるくると回り始めました。シャチたちは体が大きいですが、このように器用に泳ぐことも得意なんです。尾びれを八の字に描きながらくるくると回りながら泳いでいます。しなやかに体を使う様子をご覧いただけていますね。
続いてリンナ、トレーナーに向かって水を口から出していました。さあもう一回、一回沈み込んで、たくさんの海水をトレーナーに向かって吹きかけています。トレーナーはびちょびちょになっていますね。さあ続いてアースがジャンプに向かいます。アースは体長 5.0m、 体重は 1.8 トンです。ぐんぐんと助走をつけてスプラッシュジャンプです。大きな水しぶきが上がりました。さあ続いてリンもジャンプです。最近覚えたてのスピンジャンプを披露しました。リンはスピンジャンプが大好きなんですよ。さあ続いてステラがプールの中を泳ぎ始めました。ぐんぐんと助走をつけてスプラッシュジャンプです。ステラは体長 5.2m、 体重は 2.2 トンもあります。ここ名古屋港水族館で一番大きな動物です。さあ続いてリンもジャンプです。5歳とはいえど 1.3 トンもある巨体を軽々と宙に舞い上がらせます。軽やかな連続ジャンプが見事に決まりました。トレーナーのところに戻ってご褒美をもらいます。ご褒美は餌の魚をもらっています。名古屋港水族館ではサバやニシンやホッケなど私たちにも馴染みの深い魚を与えているんですよ。さあ続いてステラがジャンプです。2.2 トンの巨体を軽々と宙に舞い上がらせます。さあもう一回、豪快な連続ジャンプを見事に決めました。大きなステラですとどれぐらいの量の餌を食べると思いますか？1日になんと60キロもの魚をペロリと食べます。さあ続いてリンがジャンプです。リンちゃん張り切っています。キレのあるジャンプを披露です。さあ続いてアースもジャンプに向かいます。サシたち次々とジャンプを見せてくれています。皆さんの目の前でジャンプ。さあもう一回、ステラは屋外の浅瀬に上陸します。アースは連続ジャンプを次々と決めています。続いてリンがプールの底を深くまで潜り助走をつけます。豪快なスプラッシュジャンプを披露しました。トレーナーのところに戻ってご褒美をもらいます。さあそれでは最後にお母さんのステラにジャンプを見せてもらいましょう。ぐんぐんと助走をつけてジャンプです。
豪快な連続ジャンプが見事に決まりました。皆さんいかがでしたでしょうか。今回はシャチたちがいろいろな種目を見せてくれました。これから成長していくアースとリン、そしてステラの家族にまたぜひ会いに来てくださいね。さあ、それではこちら水中観覧エリアにリンにやってきてもらいましょう。到着です。以上をもちましてシャチのトレーニングを終了いたします。最後までのご観覧誠にありがとうございました。リンは顎の右側に黒いほくろのような模様があるのが特徴です。これがリンのチャームポイントですので、ぜひ覚えていてくださいね。このあと1時からはメインプールにおきましてイルカパフォーマンスを行います。お時間のあるお客様はぜひお楽しみください。